大谷翔平選手は今季 DH 史上初の MVP に輝きました。また、その中でも前人未到の50-50の達成は全米に大きなインパクトを与えました。そして、そんな50-50の達成に大きな助けとなったのが一類コーチとして大谷選手を指導しコンビを組んできたクレイトン・マッカロー元コーチでした。しかし、マッカローコーチは来季からは マーリンズの新監督に就任することになりました。そこで、新たな大谷選手の相棒として選ばれたのが、クリス・ウッドワード氏です。今回の動画では、大谷選手の新相棒であるウッドワード氏が語った、大谷選手への本音を紹介したいと思います。今季、大谷選手の足を覚醒させ、一類コーチとしてヘルメットをぶつけ合うポーズ、ヘッドバンプで人気になったマッカロー氏ですが、 来季からはマーリンズの監督に就任することが決定したのです。マッカロー氏は献身的な指導力に定評があり、ムーキー・ベッツ選手も、メジャーリーグで指導を受けた中で最高のコーチ、と語るほどの人物でしたが、残念ながら大谷選手とのコンビは今季までで解消することになりました。そして、今回新たに大谷選手とコンビを組むことになったのが、 2019年から2022年までレンジャーズで監督を務めたウッドワード氏。ウッドワード氏は地元カリフォルニア州出身で、1994年にドラフト54巡目でブルージェイズに入団。1999年にメジャーデビューを果たし、現役時代は内野手としてプレーしていました。その後、メッツ、ブレーブス、マリナーズ、レッドソックスと移籍し、 2011年限りで引退しています。彼はメジャー通算659試合に出場し、408安打、33本塁打、191打点、9盗塁、打率2割3分9厘という成績を残しました。引退後は指導者として活動し、2019年から2022年までレンジャーズの監督を務め、監督通算成績は211勝287敗、 ウッドワード氏は、ドジャースでは2016年から2018年まで、三塁コーチを務めていた経験もあり、ここ数年は選手育成のためアドバイザーとして活躍していた人物です。また、レンジャーズの監督時代には、大谷選手と同地区だったこともあり、指揮官として大谷選手を間近で見続けてきたウッドワード氏は、大谷選手と新たにコンビを組むことになったことについて、 本音を語りました。ウッドワード氏が大谷選手に本音。この日、取材に応じたウッドワード氏は、大谷選手とのコンビを組むことについて問われ。彼のような素晴らしい選手を指導できることは、私にとっても最高の喜びの一つになる。来期は投手としても復帰する彼を、近くで見られることにワクワクしているよ。と、喜びの表情で語りました。そんなウッドワード氏は、 レンジャーズ監督時代は敵として脅威の存在だった大谷選手を見続けており、直近ではドジャースの特別アシスタント兼巡回コーチとして、間近で大谷選手を見守ってきました。そんなウッドワード氏は、彼は時々、天才だとか才能の高さを褒められることがあるけど、私はそれらの言葉は少しふさわしくないと思っているよ。なぜなら彼はエリートであるけど、最初からそれを持ち合わせていたわけではないからね。 彼がエリートでいられるのは、恐ろしいほどの努力と準備があるからなんだ。私も過去に対戦していた時は、少し勘違いをしていたんだ。と大谷選手の実力は、努力の人だと強調し、続けて。私は驚くべき身体能力や動体視力が、彼を作り上げているものだと思っていた。でも、それは違っていたんだ。もちろん、どちらも彼は素晴らしいものを持っている。尋常でないほどにね。だけど、 彼の最大の武器は頭脳とハートであると、そばで見ていて感じたんだ。彼は野球が上手くなるためには、すべてをつぎ込む。どうすればよいかをひたすら考えて、それをやり続ける強さが素晴らしいんだ。と大谷選手のことを大絶賛していました。そして、彼は心身のケアが素晴らしい。彼は身体的に疲れないだけでなく、精神的にも疲れを見せない。当初をしていた時からそうだ。私は監督として、 登板した投手の回復がいかに難しいことか、体全体に負担がかかり、筋肉に張りや痛みが多く出ることも見てきた。けれど、小平は登板の翌日に打者として大活躍していた。それは回復のために、心身のケアに無駄がなく、時間を使っているからに他ならない。と、彼の疲労回復の素晴らしさについても言及しました。さらに。だけど一番関心するのは、 大好きな野球に純粋に情熱を傾け、夢中になっていることだ。彼はまるで子供のように、毎日をとても楽しんでいるように笑っている。そして、いつでも謙虚に振る舞うところも好きだ。好成績を残す選手の中には、いつしか相手への敬意をかく振る舞いをする選手もいるけど、昌平は誰に対しても敬意を払う。私たちにも相手のチームでも、審判もボールボーイも関係ない。感謝やリスペクトの気持ちが素晴らしい。 正直、異常なほどだよ。彼を指導できることを誇りに思うよ。と、興奮気味に語っていました。そして、新たなパフォーマンスを考えますかというマッカロー氏と大谷選手のヘッドバンプについて問われたウッドワード氏は、それはわからないけど、翔平と相談してみよう。と笑いながら答えていました。来期の投手復帰を果たすため、怪我防止の観点からも、 盗塁はかなりセーブしそうですが、この新たなコンビは、どのような新たな風を吹かせてくれるのか、来季も楽しみですね。ネット上のコメントでは。マッカローと大谷のコンビでなければ、今季の59盗塁はなかったでしょうね。その意味ではコンビ解消は残念でしたけど、新しいコーチも大谷をよく知っている人物のようです。盗塁などのプレーもそうですが、 しっかりとコミュニケーションをとってやりやすい環境を作ってくれることが、大谷さんには一番プラスになる気がします。来期からのこのコンビの絡みも楽しみです。確かに、大谷選手はただの天才というよりは、努力の天才というタイプだと思います。それも、努力を努力とも思っていないような、天然なタイプの天才。野球が大好きだからこそこういった人になったのでしょうね。 そういった面を分かってくれるコーチでよかったなと思います。コーチの他にも選手たちもいろいろ入れ替わってしまうと思いますけど、来季も大谷選手はいろんな人と素晴らしい人間関係を築いていくのでしょうね。楽しみです。といった二人の関係に期待を寄せるコメントが多く上がっていました。そんな中、ドジャースのオフの挙手に様々な動きがあったようです。ドジャースの契約に新たな展開。 ポストシーズンで大車輪の活躍を見せ、ドジャースの4年ぶりとなる世界一に貢献したトミー・エドマン選手が、来季終了後の FA を見据えて球団と交渉を開始したことを、MLB ネットワークのジョン・モロシ記者がこの日、自身の X で公開しました。モロシ記者は、ドジャースがトミー・エドマンの陣営と契約延長について予備的な話し合いを行ったと聞いている。彼は2025年以降に FA となる予定だ。 2024年のナ・リーグ優勝決定シリーズ MVP はロサンゼルスにぴったりだ。万能なディフェンダー、スイッチヒッター、カリフォルニアの高校と大学に通った。と、FA となる2025年のオフに向けて、契約延長に動き出していることを伝えました。ヘドマン選手は7月末にカージナルスからトレード移籍し、ナ・リーグ優勝決定シリーズで、打率4割0分7厘。 ポストシーズンの球団体記録となる11打点の活躍でシリーズ MVP に輝き、内外野を守れる守備力に定評があり、2021年には二類種部門でゴールドグラブ賞も獲得しています。母親が韓国人で、昨年3月に行われた WBC には韓国代表として出場した経験もあるユーティリティプレイヤーです。また、ドジャースはブルペン補強も行っており、 メジャー通算311試合に登板しているベテラン1である序盤にガイゴス投手とマイナー契約を結んだとこの日、米メディア、トレードルーマーズが伝えました。ガイゴス投手はメキシコ代表として、2023年に WBC 準決勝の日本戦で、9回に抑えとして登板。大谷選手に二塁打、吉田正隆選手に四球、村上宗隆選手にさよなら二塁打を浴びてしまいましたから、 そのことを覚えている人も多いのではないでしょうか。カイゴス投手は、メジャーリーグでは2017年にヤンキースでデビューし、2018年途中にカージナルスに移籍、中継ぎ、抑えとして通算311試合に登板し、18勝21敗45セーブ、防御率3.49の成績を残しています。2021年から2023年も、 3年連続で2桁セーブをマークしましたが、昨季はカージナルスで21試合に登板し、肩の不調で自由契約に、ツインズとマイナー契約を結んだものの、メジャー昇格には至っていませんでした。そんな補強とは逆に、残念ながらチームに残留することが叶わなかった選手も話題になっています。大谷選手の親友がまさかのノンテンダーに、現地22日、 MLB の各球団が所属選手に対し、来期の契約を結ぶ意思があるかと通達する、ノンテンダーデッドラインを迎え、意思がないことを通達されたノンテンダー FA 計62人が各球団から発表されました。エンゼルスやドジャースなど、日本人ファンにおなじみの球団からも発表があり、ネット上では悲しみの声が上がっています。例えば、 エンゼルスからはパトリック・サンドバス投手ら4選手が通達を受けました。サンドバル投手は大谷選手の親友として知られ、今期は現地6月22日のドジャース戦3回に、大谷選手と対戦、死球を健常した直後に、左肘の違和感で降板しましたが、内側側副靱帯損傷との診断が下り、手術を受けたため、今期残りの試合の全球が決定していました。 来季の出場も不透明という状況で、今回ノンテンダーとなってしまったのです。そのことがエンゼルスから発表されると、ネット上では、サンディ、ショック、あんなに貢献したのに、エンゼルス先発どうするの他のチームからしたら欲しいな。といった惜しむ声が上がっていました。また、ドジャースからはブレント・ハニーウェル投手と、ザック・ドーグ投手の2投手がノンテンダー FA となっています。 特にハニーウェル投手は、今季パイレーツから移籍後、故障者多発の投手陣を支え、ポストシーズンでは、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第5戦で、救援投手の温存のためにロングリリーフをこなしたり、不調のベッツ選手の打撃投手を買って出るなど、チームに貢献した選手でした。また、チームメイトのマックス・マンシー選手からも、君が第6戦の勝利をもたらした。 と賞賛を受けていただけに、今回のノンテンダー発表には、日米から悲しみの声が上がっていました。また、地元ラジオにも出演したドジャース担当のブレイク・ハリス記者は自身の X で、ハニーウェルは永遠にドジャースの伝説となるだろう。と投稿し、地元ラジオ局ザ・インクラインも公式 X で、ハニーウェルは永遠にドジャースのワールドシリーズチャンピオンだ。 ムーキー・ベッツのスイングを助けてくれたハニーウェルに感謝しています。2025年に彼が戻ってくることを期待している。と伝え、そんな中、まさかのあの投手がヤンキースと契約するのではと、米メディアが伝えています。ビューラー投手がヤンキースと契約かワールドシリーズ制覇を成し遂げたドジャースの胴上げ投手であり、コンオフに FA となったウォーカー・ビューラー投手が、 ワールドシリーズで対戦したヤンキースと契約する可能性があると、ドジャース専門メディア、ドジャースウェイが伝えています。同メディアは、ドジャースとヤンキースのライバル関係は、80年以上も続いている。ドジャースはニューヨークで生まれたチームであり、両者はワールドシリーズでどのチームよりも対戦している。ワールドシリーズ第5戦、5回のヤンキースの悲惨なミスを、選手やファンが揶揄し続けたことは、その現れである。 と報じ、続けて。ロジャースの噂。ビューラーが究極の裏切りに関心を持っている。と伝えました。そして、この情報の元になったのが、米放送局 MLB ネットワークのジョン・モロシ記者の一報です。モロシ記者は、ワールドシリーズ第5戦を締め、胴上げ投手になったビューラーと、ヤンキースが互いに関心を持っている。と報道、この話題に米メディアが一斉に反応しています。 また、ドジャース名は。これまでの傾向を加味すると、ドジャースはビューラーと再契約するのではなく、手放す可能性の方が高いようだ。それでもビューラーが来シーズンにピンストライプのユニフォームを着るのは、ワールドシリーズ第3戦で勝ち投手となる。